細川孝信は、江戸時代後期の大名。日後国と藩十一代藩主。官位は、十五位下、武前上神。一心五子爵。天保十三年九月二日、九代藩主。細川孝るの一夫として誕生。文久万年五月、兄で十代藩主。立足の養子となり、文久二年一月二十一日、兄が隠居したため、後を継いだ。 文久三年四月十日に15、十五位した山と守に助任し、文久四年二月十日に、武前神に転任する。慶応元年、学問所である受徳祭を創立して、学問を奨励した。慶応四年の母親戦争では、高瀬藩と共に新政府に組みして大原口警備を、務めた。明治三年九月四日、宇都藩は、廃藩となり、行進は、 所要の10分の1である3000国の家禄を与えられて東京へ移住する。この時、宇都半領は熊本藩に吸収された。翌年、兄、立足二長男となる立教が生まれ、後にこれを養子とした。明治17年7月8日、死者に列する。明治35年4月9日に死去した。去年61。 子女は六男四女養子としていた老いの細川竹沖が後を継ぎ、意向律、通る、おとたすくと続いた。一方で、両親の息子たちは竹に養子入りしているが、そのうちの一人である、毛利公判の外孫にあたるこの絵敦子は、細川宗家十七代当主、細川森貞の妻となった。ありがとうございます。